スカイアクティブテクノロジー松田スカイアクティブ X スカイアクティブ X のカットモデルスカイアクティブ X は松田が開発および製造するガソリンエンジンの名称スカイアクティブテクノロジーの一つ松田はスカイアクティブテクノロジーを採用したパワートレインとして高圧縮比ガソリン直噴エンジンスカイアクティブ G と燃焼タイミングを改善したディーゼルエンジン スカイアクティブ D を投入していたが、この両者のメリット、すなわちガソリンエンジンのパワーと環境性能、ディーゼルエンジンの低燃費と高トルクを実現する次世代エンジンとして開発されたのがスカイアクティブ X である。具体的には燃焼材料としてガソリン混合技を用いながらディーゼルエンジン同様の圧縮着火により高い圧縮比で希薄燃焼を実現し、比熱比の向上。 冷却損失の低減、ポンプ損失の低減による効率向上を目的として開発されたエンジンである。ガソリンはディーゼルエンジンの燃料である経由に比べて着火点が高く、高負荷や高回転では原理的に予混合圧縮着火は困難であることが実用化を妨げていた。これを補完する技術として高負荷時には 従来のガソリンエンジン同様のスパークプラグによる着火を行い、軽負荷時にはスパークプラグ金棒に生成した膨張化円球によって周囲の希薄な混合着を圧縮着火することで従来発水運転できなかった領域を保管する火花点火制御圧縮着火の仕組みを開発し採用したものである。フォルクスワーゲンによる排出ガス規制不正以降、ディーゼルエンジンが 同期性が強化され対策コストが増加する中、ガソリンエンジン単体としての生き残りを模索する中で、開発が進められたエンジンであり、環境性能にも配慮したバランス型のパワーアイユニットとして、松田社の環境性能を底上げすることを目的にしていると言及されている。燃費性能としては、スカイアクティブ G 比で平均10%改善。 低車速のスーパーリーン燃焼領域では20%以上改善し、この領域ではディーゼルエンジンのスカイアクティブ D1.8 リットルを上回る燃料消費率が得られる。車両全体ではマイルドハイブリッドシステムの効果を合わせてネットックモードで約30%の改善となる。また排出ガス性能についてはスワールコントロールバルブと多段燃料噴射により、 気画燃焼で生じる NOX 濃度を、規制値以下に制御するため、尿素、SCR 触媒や NOX、急増還元触媒は不要である。三元触媒とガソリンパーティキュレートフィルターが装備される。2017年の発表時に2019年の実用化が予告され、2018年の ロサンゼルスオートショーにて2019年から北米で順次発売する予定の新型マズダ3に搭載されることが発表された。日本では当初の予定から約2ヶ月遅れて2019年12月5日に発売された。なお当初発表時のスカイアクティブ X には高オーエアサプライと呼ばれる機械式吸気装置と発電機を強化してエンジンの補助モーターとした。 マイルドハイブリッドシステムが同時に採用されている。高等やサプライは高圧な空気を短時間にシリンダー内へ送り込むために搭載されており、クランクシャフトからベルト駆動するため、原理的にはルーツ式スーパーチャージャーと同じである。ただし、一般的にスポーツカーなどに搭載されたスーパーチャージャーがエンジンの低回転域でトルクを増やす目的で用いられるのとは異なり、 シリンダー内の理想的な燃焼のために空気の量をコントロールすることを目的として搭載されており CX-30 開発を統括する松田商品本部主査の佐賀直とは今は送風機として使っていると述べている全負快機でスワールコントロールバルブを閉じれば強いスワールが発生する一方充填効率が下がってトルクが出ないそこで 高音答エアサプライにより、最大 200kPa レベルの吸気をかけつつ、排気再循環を大量導入することで、反応速度を落とし、ノッキング抑制効果を高めているというスカイアクティブ X では、エンジンの低回転域でのアシストを行うことを目的として、マイルドハイブリッドを採用している。スカイアクティブ X に採用された、マイルドハイブリッドシステムは、パワートレーンの外側に、 イスグを置く、p ーレハイブリッドと呼ばれるタイプで、イグニッションと通常燃焼とスプック水の切り替え時など必要に応じて、オルタネーターがクランキングをアシストするシステムとなっている。スカイアクティブ X はまだ完成形でなく、改良の余地があると言及されており、マツダの探しさも、これが最終形ではなく、やっと生んだエンジンなので、これから改良を進めると述べている。 改良の方向性として、マツダの探しさは、マツダのスタンダードエンジンにしていく考え方と、ハイパフォーマンスな方向に改良させる考え方があると述べている。開発スケジュールでは、後継エンジンは2025年頃を目途に、すでに開発が進められている。磁気エンジンは、エンジン内の断熱性を高め、2021年に、 投入予定の新型ディーゼルエンジンを上回る燃費を狙う。ありがとうございます。